どうも、こんばんは、アイデムです。今回は東京グールリインボーク駆逐安久那城駆逐せよの A に、こちらのパーティーで挑戦していこうかなと思います。今回ですね、いつも使ってるブースト材を使わずに、まあ奥ダメのチャレンジをやっていこうということで、敵が草タイプなんで、今回、炎タイプのこの誕生日ですね、通過ネキと、後ろに入る連れてきて、まあブースト材使ってないんでね、一応金木さんが飛ばされちゃった時のためにムツキを連れてきてるという状況ですね。まあでも多分ね、そんなことはないと、あの金木のスキルを打ててれば、1ターン目に打ててれば、どんな攻撃が来ようとね、まあ多分大丈夫なんじゃないかなと思います。はい、では行きましょう。まあ死ぬことはなくても奥ダメージ出るかなってところですね。であれだな、あーこれ、いや1ターン目でこのデバフかけたいからこれで正解か。でまあ奥ダメ出るんだったら毎回毎回もうこのブーストで使わなくていいぞと、動画のために何億か出してる、あのこの前ムツキで出した8億4千万のダメージを結局ブースト材出してるんで、まあね、いつも特攻かかったキャラクターで火力検証やってるんで、まあそれぐらい出るかもしれないけど、今回特攻かかってるキャラクター連れてきてないんで、まあでもいけると思うんだけどな。とりあえずまたアモンじゃないわ、有馬さんでブレイクできるようにして、武器耐久値13ですね敵の。まず金金スキルを回していきます。誕生日金金ね。ナシロってこんな声出すんだ。なんか今すげえサイコパスみたいな言い方になっちゃったけど、ナシロって君こういう声出して泣くんだねみたいな、すごいサイコパスみたいな発言になっちゃったけど、こんなあれなんだね、くらって被弾ボイスみたいな、こんな感じなんだ。で、ありますね、ブレイクさせてバフをかけていく。いや、ブースト使ってないとやっぱあれだね、火力はそこまで出てないね。奥はサクッと出していきたい。今どれぐらい出たんだろう。あ、この2周年金木1個目のスキル打っときゃよかったかな。いやでもで、金木のカグネを出していく。これで、であとはいつも通り殴っていきましょう。あーでも600万ぐらい出てんだもんすでに。いやでも1億出そうと思ったらあれか、一旦に2000万稼がないとダメか。あーそれちょっとまずいな、さっさと行かないと。でハイル出して、あースキルブースト剤使ってないとやっぱあれだね、速攻でスキル打てない、なんか違和感あるな。いつも駆逐の時はスキルブースト使ってやったからな、動画ではな。さあ一応130、待ってこのままだとこのままだと1億いかない計算なんだけど、巻き返せる。まあカグネ最初から出してるしな、金木は。まあ3ターンで切れるんだけどこいつも。さあ攻撃は一応1しか食らわないね。敵探偵攻撃15倍、それはさすがに食らうな、やっぱり15倍は食らうな。かつてない数字を出してくるな一体吹き飛ぶぞこれ、金木のスキル使ってなかった。じゃあ誕生日金木に回していきます。ブレイクするのはもちろん2周年の有馬さんで、ブレイクはしますね。まあ金木って武器耐久値どれぐらい削るんだっけな。誕生日金木さんのちょっと武器耐久値削るどれぐらいか見るか。マイナス6ですね。ってことはこれ打っても大丈夫だな。打とう。僕はグールだ。 OK3 残ったな。んでこれで有馬でブレイクしていく。さあここで500万の台には乗りたいね正直。いやでもこれ今で200万なんでしょきついんじゃないか。ちょっと立ち回り甘かったかな。グールだ。出血とか入れた方がいいのかな、なんか他のキャラ連れてきて。出血オール、正直右の金木、もうデバフかけた後の金木の後ろにムツキじゃなくて、まあ、知らずフ
フェスゲンの知らずとか、あ、炎タイプだからまあ入るとかかを置いた方が良かったのかもしれないな。僕だ。さてさてさて、カグネが切れるの次のターンだから、まだここはシフト使ってジレア。よし、でまたここカネキさんで打っていこう。畳みかけます。まあ乗って400万ぐらいかなこのターン。グールだ。クリティカルの出る割合にもよるか。さてどうなるかな。今400万ですね。まあペース的にはその通りのペースなんだけど、これからカグネが切れることを考えるとお前に用はない。何された？今全然見てなかった。あ、わ、防御力ダウンかもしかして。じゃあ今回また金木さんに回していこう。打って大丈夫だよね。 OK、 打ってグールだ。で金木を貯めて、ありまでブレイクと。望み通りか。ザン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 。さてここ一応シフト残して、金木のスキルも溜まりやすくして次置いときたい。溜まりやすくしてっていうか、もう溜まった状態か、溜まった状態で置いときたいんだよな。いやー、どうすっか、ここどうするべきだ。一回スキル打って多分な、アタックポイントが3ぐらい残るんだよなこの状況だと。打つか打たないべきか。打って3、いやもったいねえもんな、次のターン速攻でカグネ出したいもんな。打たないでおくか。とりあえず600万乗りたかったんだよな。まあいいや、初手カグネ出して次のターンは何する。 1.5 倍にしてできないで1倍のダメージ。浮き太刀削りか。おお、それきついんだよな。やべえわ、サイドの2人やべえやべやべやべ。ブレやらかした。おい、これかやべえぞこれ。お、待て、最悪だこいつ強すぎる。これこのまま金木に攻撃されるとまずい。真ん中のまたブレイクしちゃう。やめて。強いな白ナシロ強い。全員ブレイクさせられちゃった。こんなの初めてだな。俺全員ブレイクさせられちまった。くそ、こんなの初めてだ。とりあえずカグネ出そう。え、もしかして麻痺ってるもしかして麻痺ってる。打って状態異常直したいな。いや違う、これ ブレイクしてるだけか。麻痺ってんじゃなくて、まあ普通に戦っていけばいいか。回復入れようかなって今一瞬思ったんだけど、入れた方がいいのかな。2ターンあるしな。怖いな武器耐久値削り。マジで侮れねえ。いやでも大丈夫だろ。ああ、もうブレイクしらされなければ大丈夫なはず。されなければな。オーケー。でまた金木さんに回していく。微妙、いけるかな、いけないかな。今570万だからな、微妙いぞ。さあこれで600万乗るわけだが、あと1ターンで400万ぐらい稼がなきゃいけない。できるのか。入る出して、
金木でまた殴って、とりあえずこれ700万乗るかどうか微妙。乗るのか乗らないのか、どっちなんだ。クリティカルガンガン出てほしい。いやー乗らなかったか。640万、残り1ターンで350万稼げなきゃ。見たので敵の防御力出てるもん。マジか、やべえこれやべえ。武器耐久値削るのはまあいいよ。こっちはブレイクしてんだよ。あぶね、待て、2周年金木死んじまう。オッケーオッケーオッケー、耐えた、耐えてゆく。さあ最終ターン、こっからクリティカル祭りになってくれればワンチャンあるのかな。ちょ待て、これ有馬がたまんねえ。たまって、あれお願い。くそ待て、まさかの有馬がたまらなかった問題、まさかの有馬がたまらなかった問題。うわー計算狂った。くそ、まあでもこれ1億いかなかった可能性もあるな。ここを入るかブレイクしちゃったんで、久しぶりにアニマ覚醒するか。お前が初めて、もうマジで久しぶりなんだよ。もう1ヶ月以上使ってなかったこっちの。待って、かくブレイクしたアニマさん、こんな手ブランブランになるんだ。左手神経通ってないんじゃないのブランブランになってるけど大丈夫か。久しぶりに使うな。大回転切りやってもらおうか。じゃあじゃあ最後はね、大回転切りで締めてもらおうか。お前が初めてだ。ザン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 。はい、ということで688万ぐらいだったのかな、見たら。いやー全員が、お、行っちゃった全員がさ一度にブレイクした時はびっくりしたね。さすがにあれはビビった。ということでダメレポはこんな感じですね。6800万か。はい、というわけですね。まあ1億届かずということでした。はい、まあちょっともうちょいうまい立ち回り方あったんじゃないか。2周年金木をの後ろに炎タイプのやつをもう1体セットしてればいけたのかもしれないですね。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。